どうもアフリカ TV です。今日はですね、非常にマニアックなテーマなんですけど、イスラム教のスンニ派とシーア派の違いについてお話ししたいと思います。実はですね、アフリカ TV 見てくださってる実際の友人ですね、イスラム教ってなんか何派とか何派とかってあるんって聞かれて、で、まあ私もね、詳しくなかったんで、ちょっといろいろ調べてみました。で、今日はそのスンニ派とシーア派がまあどう違うのかとか、なんでその対立が起きちゃうのかとか、なんかそういう話をね、していきたいと思うんですけど、まずね、皆さんご存知かわからないんですけど、まあ同じイスラム教徒って言ってもですね、スンニ派、シーア派っていうのがあるんですよ。まあなんかキリスト教とかでも細かい宗派とか、まあ仏教でもあると思うんですけど、まあそういう感じですね。一個の宗派として、まあそのスンニ派というのとシーア派というのがあるんですね。スンニ派がまあ実は圧倒的に多数なんですよね。8割ぐらいスンニ派ですね。世の中の8割のイスラム教徒はスンニ派。1割からまあ2割ぐらいがシーア派。で、その他がまあまた1割ぐらい弱いるかなって感じなんですよね。まあイスラム教を主な宗教としている国というのはたくさんあるんですけど、まあその中でもイラン、アゼルバイジャン、バーレーン、イラク、まあこの辺りですね、がシーア派が主流なんですよ。でもその他の国というのはほぼ全てスンニ派が多数派になってるんですね。でね、カメルーンのイスラム教徒というのはちょっと特殊なんですよ。カメルーンというのはまあ全人口の 30% ぐらいイスラム教徒いるんですけど、そのうちのまあ約 30% ぐらいがスンニ派で、 12% がアフマディっていう、まあ正式なイスラム教徒の一個の宗派と認められてない、宗派で、 3% がシーア派なんですよ。なんと 48% がスーフィータリーカっていうやつらしいんですよね。あれ合計100にならないじゃんってことなんですけど、残りは特定のそういうグループに属してないんですよね。まあそういうことが起こるということですね。興味のある方調べてみてください。同じイスラム教徒は言ってもですね、この2つの対立っていうのはまあまああるわけですよ。で、まあじゃあそもそもどういう違いがあるかっていうことなんですけど、で、まあ基本やっぱりね、イスラム教って大きい国に入ってるんで、基本的な理念とか考え方っていうのは一緒なんですよね。だけど、まあ例えばですけど、お祈りの回数、これはですね、スンニ派がまあ5回なんですよね。まあこれ有名ですよね。1日5回お祈りがあるっていう。これはスンニ派の話なんです。シーア派は3回なんですよね。こういうちょっとね、細かい違いがあって、実際お祈りする側からすると、まあ5回と3回でえらい違いなんですよ。なので、まあそういう違いがあります。あと、まあモスクの見た目が、なんか私には違いわかんないんですけど、詳しい方が見ると、あ、これは多分スンニ派だとか、これはシーア派だみたいな、なんとなくこう見た目の違いがあるみたいですね。その預言者、まあ、ムハンマドさんという方がいてですね、その後継者をめぐる考え方が違うっていうのが一番違いなんですよね。ムハンマドさんが亡くなった後にアリさんっていう方がいるんですよね。まあ娘婿なんですけど、その娘婿のアリさんを含む4人を最高指導者カリフですと認めたのがスンニ派なんです。シーア派はそのアリさんとその子孫を、まあ、正当な後継者というふうに位置づけてるわけですよね。まあ、なのでその4人の最高指導者として認めるのか、アリさんの系統だけを、その正当な後継者で見るかっていうところが大きな違いになるんですね。はい、でその考えの違いが、まあ、その対立を根底にあるっていう考え方あるんですけども、実際ですよ、まあ、イスラム教徒の方に話を聞くと、そんなにお互いが憎しみ合ってるわけじゃないんですよね。もちろんその違う宗派同士で結婚するなんてことも全然ありますし、まあ、いがみ合ってる感じじゃないんですよね。じゃあなんで、対立が起きるかっていうと、実際は資源をめぐる対立とか経済的な利権争いなんですよ。例えばですけど、スンニ派の国、まあ、ちょっと名前伏せますけど、スンニ派の国とシーア派の国が昔戦争したことがあったんですよね。で、この戦争っていうのはやっぱり油田をめぐる対立だったんです。なのでこういう、まあ、対立はあるんですけども、その宗教的な理念が違うからもうわーってなっちゃうとかっていうことではなくて、経済的な、例えばですけど、この国のトップがスンニ派だけどシーア派が住んでる地域に重要な油田がある、なんかそういうねことが起きるんですよ。で、そういうねじれが起きちゃって、まあ、対立に派生してしまうということがよくあるみたいですね。はい、じゃあね、そういうわけでね、今日はですね、イスラム教のスンニ派シーア派の違いっていうのをね、お話ししてきたんですけど、そんなに大きな違いはないけど細かい違いがあると。で、対立はこの宗派の違いではなくて、どちらかというと経済的とか資源による対立が多いんだということだけで今日は覚えていただければいいかなと思います。はい、じゃあそんな感じでまとめしましょう。アビアント。 Thank you.